それではですね、最後はですね、今週のクエスチョンのコーナーです。このコーナーは私たちに寄せられる質問を受けたまわっております。でですね、今回の質問が、よいしょ、今週のクエスチョン、早速また読ませていただきます。はい。一番好きなお菓子は何ですか？一番好きなお菓子、そうですね、お菓子は、私はキャラメルコーンと、うん、プリングルスと、で、あとデコレーションポッキーですね。デコレーションポッキー、デコレーションされて、あの普通のポッキーってまあ細いじゃないですか、うん、でチョコレートがちょっとついててって感じで、うん、もうあれになんかもっとこう豪華で太くて、うん、でなんかチョコレートがこうケーキとかのデコレーションみたいな感じで、あー、わかった、あのイチゴとか、あ、そうですね、イチゴだったり、これがマロンケーキとか、そうですね、マロンケーキだったりとか、美味しいよね、結構いろいろあるじゃないですか、ちょっと高いけど、うんうん、冬に出るさ、なんかココナパウ、ココアパウダーをまぶしたやつ、あ、ありますね、なんかすっごい好きで、ね、生チョコ的な感じ、ね、そう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 、で、ポッキーのやつも、ちゃんとチョコレート味になってて、あ、そうですね、美味しいですね、美味しい。普通のポッキーだったらメンズポッキーとか好きなの？あ、メンズポッキー、そうですね、美味しい、ね、細い極細のやつとか好きですね。あれもう本当無限大に食べ続けちゃうから、そうですね、やばいよね、はい、ちょっと太らないようにこう気をつけつつ、そうそう、よく食べてますね。ね、ラビさんは何がおっしゃ、私ね、好きなものいっぱいありすぎるんだけど、 あえてピンポイントであげるんだから、はい、東大阪市にね、東大阪市、キネ屋さんっていうやつが、和菓子、和菓子いいですね、花園ラグビー場の手前にあるんですけどね、はい、そこに売ってる夏季限定の、限定もの弱いですね、うん、弱い、男の子は弱いですね、いや、男の子も弱いです、あ、男の子も弱いですね日本人は弱いよ、限定ものに、そうですね、誰でもやっぱり、そこで売ってる7月の末から9月ぐらいまでかな、売ってるぶどう餅っていうのがすごい美味しいですよ。ぶどう餅、なんか珍しいですよね、ぶどうとお餅ですか。そう、ぶどうがね、丸ごと中に入ってて、そのお餅も美味しいし、そのぶどう自体もすごく美味しい、はい、すごい、そこのぶどう餅が本当に好きで、お餅はどんな味付けというか、なんかきな粉とかついてるとかではなく、牛皮っぽい、あ、そうか、そのままお餅とぶどうの味で、それが見事にマッチしてる、そうなんです、なかなか買いに行けないんでしょ、悔しい思いをしてるんですけど、最近ちょっと食べてないみたいな、まあ食べたけど、あ、食べたんですか、毎年食べてるけど、いいですね、私も食べてる、もっと食べたくなる、あ、もっと食べたくなる、ずっと食べ続けてたいみたいな、あ、でもね、今の時期はいちご大福売ってます、あ、いちご大福いいですね、これもうものすごい美味しいんですよ、美味しそう、いちごの味にあんが負けてない、あ、そうなんですか、そう、普通あんこって甘いからなんか勝っちゃうじゃん、ですよね、でもいちごが、すごく美味しくて、それをなんかやっぱり上手にフォローしてる、あ、上手に、いちごの甘酸っぱい感じのその酸味と、あんこの甘みでやります、ベストマッチですね、だから私がさっき、いちごの味にあんこが負けてないって言ったんですけど、食べたら分かります、多分これ食べてみたいですね、反対じゃないのって思った人きっといますけど、これは多分食べたら分かりますね、そうですね、食べてみて、食分は一見しかたくて、すごい美味しい、おすすめですね、うん、で、あとはケーキとかプリンとか好きですね、あ、やっぱり女の子らしいですね、うん、私みたいなキムチとかより、いやいや、キムチも好きだよキムチも好きです、キムチも大好き、辛いもの好きだもん、本当ですか、うん、辛すぎる食べらんないけど私辛いの何でも食べれるんで、適度な辛さそう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 、はい、そんなもので、ぜひもしよろしければ、そのぶどう餅とかいちご大福食べてみてください、おすすめです、おすすめですね、はい、じゃあその次の質問、次の質問、お酒は飲みますかという質問なんですけども、うん、ラピさんはお酒飲みますか？うん、あ、飲みます、飲むことはできる、飲むことはできる、うん、けどそんなに好きとかでは、すぐ赤くなっちゃうんですよ、あ、そうなんですね、私と一緒だ、だから飲めるお酒と飲めないお酒、あ、結構ビールとかきつい感じです、ね、無理です、あ、ですよね、私もですね、あんなに飲みたいものは私もですね、なんかちょっと飲んでみたいなっていう好奇心はあったんですけど、うん、一回飲んでみた
結構そのまま飲むのはきついかなっていう感じですね。でも好きな人はね、やっぱり喉で飲むって言ってますね。あ、分かる人にはわかる味みたいな。味わうのは喉だ。飲んでからそれ残るのが美味しいって言うんですけど、喉越しみたいな。そうそうそう、本当になんか喉飲んでて、ああいう風に言ってるの。でやっぱりお風呂入ってからその後の一杯がたまんないねってエヴァンゲリオンの美里さんも言ってますけど。エヴァンゲリオンまたいいですね。好きな人は本当にそうだなっていうらしい。そっか、いいですね。でもごめん、私はウーロン茶の方が美味しく思います。あ、そうですね。まあ、ウーロン茶だったり、うん、ジュースだったり、こう女の子らしいのが似合いますよね、うん、ありがとう。ニオちゃんは？私は、うん、まあ、キムチとか食べる通り、うん、まあ、お酒はちょこっとたしなむ程度に飲んでるかなみたいな感じですね。と私もビールは苦手なんですけど、カクテルはすごい好きで、うん、でも飲むより結構作ったりするのが好きなんですよ。本当すごい、はい、結構シェーカー家に置いてたりとかして。あ、教えて。はい、カクテルって言ってもアルコールが入ってるのだけがカクテルじゃなくて、うん、ジュースとかで混ぜて作ったりとかできるんで、結構アルコールは控えめに使ってジュースメインで作ってますね。はい、友達もさ、すごくそれがうまい子がいて。そうなんですか。めちゃくちゃ美味しいの。あ、すごい。そう、それはいいですよね。でね、その友達がね、はい、その作ってくれたんだって言ってまた別の友達に写メをしたのね、はい、それが赤い部分と青い部分がちょっと層になって、なんか層になってますよね。すごい綺麗だったのね。それを送ったら、わー、これすごいです、これすごいねって、これは夫愛だからムクロ様だねって言って。あ、ムクロ。リボーンのムクロってわかる？私わかんないんですけど、リボーンってさっき言ってたリンちゃんの。そうそうそう、スクアロのね。そう、そのキャラクターはムクロって言って、こっちが赤目で、こっちが青い夫愛なんですよ。あ、目が違うの。そう、これにもいろいろストーリーがあるんですけど、その子ムクロがものすごい好きで、気持ち悪いぐらい。好きなんで、そう。いきなりそういう風にポンって返されたのはさすがだなって思った。さすがですね。でもそういうの作ってみたいんだ。あ、いいですね、うん、作ってあげたいんだ、その子に。あ、作ってあげたい、うん、あ、じゃあうちの家で作ってみてください。ぜひぜひ、それも合宿しましょう。そうですね、合宿ですね。じゃあ次の質問は何でしょうか、はい、クリスマスはどう過ごされましたか。ヨナちゃんどうした。今年は、うん、今年というか、まあ、去年になるんですけど、うん、まあ、ずっと、うん、まあ、風がひどかったんで、うん、家で寝込んでました、ね。そうですよね。寂しいことに。え、じゃあ去年は？と去年はそうですね。と去年はクリスマス会を、うん、友達としたんですけど、結構うちの家で、まあ、ワイワイこうちょっとお酒とかも作りつつ、うん、そのカクテル技を披露しつつ、カクテル技を披露しつつ、まあ、楽しくワイワイ過ごせたかなっていう感じですね。ね、ヤビさんは？私は働いてました。あ、働いてたんですね。24、25耳にいました。ご主人様は大喜びですね。ですね。ラビさんがいてくれたら、うん、きっと会いに来てくれたとラビは信じております。結構忙しかったんじゃないですか。25日が忙しかったですね。あ、そうなんですか。でもやっぱり平日だからかな、昼間はものすごいにまったりしてて。あ、そうなんだ、ね、やっぱり夜からちょっと混み出したかな、会社から。そうそう、お帰りされる、うん、そう、まあ、すごいクリスマスに来ていただいて嬉しい限りです、ね、嬉しい限りです。ラビと一緒に過ごしてもらいました。そうですね、嬉しい。あとは23日の前日に友達と私もちょっとパーティーを。あ、そうなんですか。しましたね。一緒にご飯食べてケーキ食べて。あ、いいですね。あ、パンとか作ってるんですね。あ、そうなんですよ。ですよね。なんか友達に作ってあげたみたいな。はい、そうなんです、そうなんです。その時に、まあ、クリスマスプレゼントを手作りのもんだけどって言ってあげたんです。あ、素敵ですね。手作りのものっていいですよね。最近ね、おもちゃって侮れない、ね、そのあ、おもちゃありますね。なんかこうクレープ作ったりとか、コネパンっていうのがあって、はい、それが結構簡単にパンが作れる。あ、すごい。おもちゃです。おもちゃだけど、子供のおもちゃだけど、子供さんも楽しくこう、そうそう、菓子作りとか簡単にね、親と一緒にできる。素敵ですね。